トールちゃんの、はい、選んでるやつ、選んでるっておかしいな使ってる、使ってる、使用してる、そうアイテムをちょっと紹介してもらおうかなと、はい、思います。何から紹介しますか。じゃあ板、板キャピター、アシュミレーター、何々、アシュミレーター、うん、アシュメーター、アシュミレーター、アシュメーター、アシュミレーター、これ、これだ、うん、そう、これだ。54使ってて、まあ、サイズの展開52、54、56ってあって、まあ、前52使ってて結構パークとか細かい動きは良かったんだけど、やっぱり54ぐらいが安定しててよくて、うーん、でこれの特徴がもう、まあ、ノーズとテールがめちゃくちゃ変な形しててかっこいいっていうのが特徴だけどいいね。そうそう、あのサイドカーブが違ってトゥーとヒールで、でヒールもサイドカーブ強くなってて、なんかターンがすごい気持ちいい。あのあれだ、つま先とかかと側でエッジのかけ方、体重かけ方違うからみたいな。そう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 、だからギュイーンってヒールも気持ちよくターンできて、で結構硬めの硬さで硬めの硬さで2本ね、ここにコアの硬いのが入ってて、ジャンプして結構ストンプするときもパチーンってこうはまってくれて、耐えられて、すごい俺は好きなモデルです。すごい説明できるじゃんありがとうございますそうだから、まあそれで、まあ板はこれだから、まあまあビンディング、ビンディング、ビンディングとブリング、ビンディングがナウナウビンディング、ナウバインディングのセレクトプロっていう、はいはい、まあ一番標準的な、一番まあベーシックなモデルので、まあ僕普通の人はハイバックあるんだけど、ちょっとこれハイカップって言って、ちょっと短めの、お昔っぽいやつね、ローカット、そうそう、ローカバック、ローバックみたいなにしてるんだけど、まあまあこのヒールカップ自体が他のメーカーのよりも高くて、ナウは、だからこれだぐらいでも多分普通のメーカーのハイバックの高さの半分ぐらいにはなってるんで、ね、もともと俺ノーバックで滑ってたんだけど、まあこういうのがあるんだったらせっかくだからつけようと思ってつけてる。そうそうそう、これに、あ、まあ、なんかハイバックないことによって結構グラブの可動域がすごい広くなるんだよね。なるほどね、あの、そうそうそう、足首が動かしやすい、そう足首動かしやすいから結構こう後ろに行きやすいというか、でかといってターンとかも頼れるんだよね、これでも。だし俺もこのモデル使うってことだから、エンパイア、あのディラックスのブーツ、エンパイアっていう、はいはい、ディラックスの中でもちょっと固めのモデルにして、なんかターンで頼りたい時もブーツとこれでうまく調整してるって感じ。結構こだわりあるんですね。なんだかんだこだわりある硬いブーツがまず大事って、だし板もちょっと太めが好きっていうか、細い板が嫌いで、なんか理由あるの。なんかこう硬いブーツで滑ってると細い板ってキュインキュイン曲がっちゃうじゃん、うん、曲がれちゃうから、曲がろうとした時に曲がりたいから、俺はどっちかというと、そうそう、なるほどね、そう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 、まああとここら辺はこのクラブグラブやたらつけてるのはアオバと一緒に滑るため大事大事、うん、一番大事だねそうそう、ずっと子供を乗せれるよ、子供乗せれるように結構カスタマイズしたっていう、うん、あと丸沼パックのステッカーできたんで欲しい人は DM ください。イエーイ、トールちゃんに DM。 あとなんだ、なんかセッティングとかでこだわりある。セッティングはまあスタンス幅は56センチ、うんうん、で一応前が12度、後ろがマイナス9度、うん、
まあ結構スタンダードだと思う、ちょっと広めのスタンダードな形だと思うんだけど、俺なんかは前、そう僕なんかテック戦出てたから、そのターンしてもターンするのにもうちょうどいいようなセッティングかなっていう、俺はそのスタンス幅、ほら壁ちゃんが流行らせたじゃん、スタンス幅すごく広くするやつ。俺は広いね、広いのが流行った時あったじゃん、うん、あれ見て俺も58とか60とかにしようと思って試したんだけど、うん、膝超痛くなってそうだね、広いの痛くなるよね。そう広いからと痛いくて、でも一番自分に合ってんのって探したんだ一回、うん、で56が一番あった。もう54とかにしちゃうともうオーリーもできない、あちょっと狭すぎて、そう狭くてタイミング合わないし、で広すぎると痛くなるし、で一番いいのが56だった。じゃあそこにちょこちょこやってたどり着いたと。そうそれから下手にいじんないようにして大事、間違いなく大事、変わらないところも大事かなっていう、ね、まあ 12-9 っていうのもまあ前にある程度触れてるし、で、うん、スイッチもやりやすいしこれでいいでしょっていう。なるほどね、うん、これがトールちゃんのセット。はい、なんかウェアとかもある？ウェアはまあヘインアウターウェアずっとお世話になってて、ちょっとヘインのインスタも僕やってるんでよかったらチェックしてください。お、宣伝入ってきたヘインもチェック。そうね、ちょっとシンプルなベーシックな感じのデザインで、うん、でもかっこいいね。そう結構シンプルな色合いで、この画像だと分かるか分かんないけど、ちょっとこのなんていうのキルティングっぽいさ、うん、素材が、うん、ちょっともう切れちゃってストリートでやられちゃいましたまあしょうがないよ ね撮影もちゃんとしてるってことだね。撮影もして作業とかしてボロボロになっちゃって、ね、ボロボロになっちゃうんだけど、うん、でもほら止水テープで、おお、ね、ここでここから水も入ってこないし、結構そういうところもこまごまと調子いいんで、よかったら、はいはい、じゃあこんなもん、こんなもんかね、こんなもんだね、はいはい、ありがとう、ありがとうございました。じー